ミネソタツインズ、ミネソタツインズ、略称 MIN はメジャーリーグベースボール以下 MLB アメリカンリーグ中築所属のプロ野球球団。本拠地はミネソタ州ミネアポリスにあるターゲットフィールド。前身はワシントン DC を本拠地として1901年のアメリカンリーグ創設時に発足したワシントンシネタース。1961年に ミネアポリスに本拠地を移し、ミネソタツインズと解消した。セネタース時代には、リーグ優勝3回、1924年にワールドシリーズ優勝を果たし、ツインズ時代には、リーグ優勝3回、1987年と1991年にワールドシリーズ優勝2回を果たしている。セネタース、ツインズ時代を通じて、慢性的な観客源に悩まされており、 2001年オフには、球団削減の対象となった。しかし、地元市民の熱意によって、新球場の建設が決定し、チームの奮起によって2002年から2004年にかけて、畜産連覇を果たし、球団消滅は回避されることとなった。1955年、長期低迷をしていたセネタースを題材として、くたばれ。ヤンキースというミュージカルが大ヒットし、 後に映画化もされた。これは、セネタースとは、対照的に黄金時代を謳歌していた、ニューヨークヤンキースを妬んだセネタースファンの主人公が、ヤンキースを倒して、セネタースを優勝させるために悪魔に魂を売ってしゆうという話だった。1998年、ツインズを仇役としたコメディ映画、メジャーリーグ3、正式名メジャーリーグ。 バックツーザ・マイナーズという映画が制作される。これは、選手の能力は高いが、その選手一人数とに一癖も二癖もあるものが多く、なかなか勝てないツインズ参加の架空のトリプル A 級チームが、主人公の監督就任により快進撃を開始。一度、主人公の発言によって、メトロドームでツインズと対戦するも、マイナー相手に追い込まれたツインズの監督がプライドを保つため、 係員に指示し、メトロドームを停電させのゲームに、その影響からさらに奮起したマイナーチームが今度は自分たちの本拠地の球場でツインズを任してしまうという話だった。なお、映画のマイナーチーム側には日本人で石橋孝明が出演している。2009年までの本拠地はドーム球場であるメトロドーム。これは 本拠地であるミネアポリスの寒さ対策で建設されたものだったが、老朽化に悩まされていた。2010年からは、天然芝の野球専用球場のターゲットフィールドへ、本拠地を移した。1901年、アメリカンリーグ創設と同時に、ワシントンセネタースとして発足。1902年に、フィリーズから移籍したエドデ・エラハンティが、 創設間もないセネタースの攻撃陣を引っ張っていたが、翌年ナイアガラホールズからの転落事故で多界する。1904年には、球団史上ワーストの38勝113敗を記録するなど、当初は長く低迷していた。1907年、人間機関車と呼ばれたウォルター・ジョンソンが、メジャーデビューし、リーグ屈指の投手として、活躍をするも、打線の援護がほとんどなく、 チームも負け越しを続けた。1911年には、シーズン開幕前の3月17日、本拠としていたアメリカンリーグパークが火災により消失。すぐさま新球場ナショナルパークが着工されたが、当然、シーズン開幕に間に合わず、4月12日に、ほとんど未完成のまま会場することとなった。1912年、クラーク・グリフィスが監督に就任するとチームは、 躍進、九91勝61敗でリーグ2位となり、球団設立以来、初めて勝ち越した。翌1913年もリーグ2位となったが、その後のシーズンは、勝率5割前後が続き、再び重快で低迷することとなる。1920年、この状況を打開するために、監督であるグリフィス自身が球団を買収し、それと同時に監督を退任した。 オーナーとなったグリフィスは若い選手を中心とした球団運営を目指す。1924年、二類種として活躍していたバッキー・ハリスを選手兼任監督に据え、初のリーグ優勝を果たす。この年のワールドシリーズではニューヨーク・ジャイアンツと対戦し、最終戦までもつれた末、延長12回の劇的なサヨナラ勝ちでワールドチャンピオンに輝いた。 1925年にもリーグ連覇を果たし、強豪チームへと成長することとなった。1927年、現役を引退したジョンソンが監督に就任。チームも好成績を残すが、リーグ優勝は果たせなかった。1933年、ジョークローニンが選手兼任監督に就任すると、その年に3度目のリーグ優勝を果たすが、 ワールドシリーズではジャイアンツに1勝4敗で敗れた。セネタースとしての優勝はこの年が最後で、1934年にリーグ7位と低迷すると、クローニンをボストンレッドソックスに放出、再びハリスが監督に就任するが、チーム成績の衰退を止めることはできず、負け越しのシーズンが続いた。ハリスは1942年に解任された後、 1950年から1954年にかけても監督を務めたがリーグ優勝は果たせなかった。1954年にはハーモン・キルブルーがメジャーデビュー持ち前の強打で1959年には本塁打王に輝いている。1955年に長年オーナーを務めたクラーク・グリフィスが亡くなると息子のカルビン・グリフィスがオーナーに就任した。 首都であるので上院議員から取った名前で1901年以来ワシントンセネンタースとして呼ばれている。ただもう一つのナショナルズという呼び方も創設以来あったとされて1905年から年間は使われていたという説もある。ボストンレッドソックスが初期に様々なニックネームが使われていたが、今日では正式名称ではなくボストンアメリカンズの言い方で、 統一されたように正式なものかは不明である。ただファンの間では、セネンタースよりもナショナルズの方が、親しみがあるのか、略称した、ナッツという言い方も存在して、セネタース、ナショナルズ、ナッツというニックネームが共存していたことは確かである。新しいオーナーのカルビン・グリフィスは長年にわたる、観客源に悩んでいた球団の本拠地点を、格索する。 そして1961年、ミネソタ州ミネアポリスに移転し、ミネソタツインズに改称した。州の名前を球団名に関したのは、これが初めてであった。なお地元ワシントン DC でも、野球チーム存続の声は大きく、1961年のエクスパンションで新たに、ワシントンセネタースが創設されている。しかしこのチームも10年後の1972年に、 テキサス州アーリントンに本拠地を移し、テキサスレンジャーズとなっている。1965年には球団記録となる102勝を挙げて移転後初のリーグ優勝。ワールドシリーズではサンディコーファックス、ドン・ドライスデールを擁したロサンゼルス・ドジャースに3勝4敗で敗退し、1967年にはロッド・カルーがメジャーデビュー。 ツインズ在籍中に7度の首位打者に輝くなど、ツインズのスター選手として活躍した。東西に地区制となった1969年には、初の地区優勝、翌1970年にも連覇を果たした。しかしその後は再び優勝から遠ざかり、観客数も減少、球団も赤字に悩まされることとなる。百八十二年に老朽化したメトロポリタンスタジアムから、 新球場メトロドームに本拠地を移す。1987年、カービー・パケット、ケント・ハーベックラ打撃陣の活躍によって、ツインズとして初のワールドシリーズ制覇した。2006年にセントルイス・カージナルスが83勝で、ワールドチャンピオンとなるまでの史上最小記録のシーズン85勝での制覇だった。1988年には、 球団史上最多の303万672人の観客を動員した。1991年には MLB 史上初の前年再開からワールドシリーズ制覇を達成している。その後、1993年から8年連続で負け越し暗黒期に入った。2001年オフにモントリオールエクスポズと共に球団削減の対象になった。だが、 市民の熱意が伝わり、球団存続が決定。翌2002年から地区3連覇を果たし、アリーグ屈指の強豪チームとして復活した。2006年には8度目の地区優勝。しかしリーグ優勝決定シリーズまでにいずれも敗退しており、1991年以来のリーグ優勝は果たせなかった。2007年は地区連覇が期待されたが、 主力の故障や不振によって7年ぶりに勝率5割を切ってしまった。その年のオフにはチームの攻守の要であったヨハン・サンタナ、トリーハンターが共に移籍し、チーム再建が急務となったが新戦力の対等などでカバーし、2009年はデトロイト・タイガースとのワンゲームプレイオフを制し、3年ぶり9度目の地区優勝を果たす。翌2010年は両リーグ最速で、 ポストシーズン出場を決め地区に連覇を達成するが、ポストシーズンでは、ニューヨークヤンキースに3連敗を喫し、5回連続でのリビジョンシリーズ敗退、史上ワースト2位のポストシーズン12連敗となった。2011年は、西岡勝義をポスティングシステムで獲得し、チーム初の日本人選手となった。救援陣の放出が響くのと同時に、ジョー・マウアー、ジャスティン・モルノー、 西岡剛義など故障者が続出し、また、デルモン・ヤングをデトロイト・タイガースに、ジム・トーミをクリーブランド・インディアンズにトレードするなど、チームの主軸が移籍したために失速。4年ぶりに勝率5割を切り、11年振りの地区再開に沈んだ。2012年は、積極補強で、長打力を上げると同時に、若手の見本になるベテランを補強。 上位再浮上を目指すシーズンになる。2016年は、ワシントンセネターズ時代も含めて116年ぶりの開幕級連敗。8月18日から31日にかけて13連敗を記録した。2017年は、ワイルドカードを獲得したものの、ワイルドカードゲームは4対8でヤンキースに敗れ、ポストシーズンの連敗を13に伸ばした。チーム名は、 本拠地であるミネアポリス市とミシシッピ川対岸のミネソタ州、州都セントポール市がツインシティーズ、双子都市と呼ばれることに由来する。帽子やヘルメットの TC はツインシティーズの頭文字である。2000年に設立され27人が殿堂入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。